クリスマスキャロルはイギリスの SF ドラマドクター・フーのエピソード。2005年に新シリーズが始動してから始まったクリスマススペシャルの6作目である。BBC1 と BBC アメリカで2010年12月25日に放送され、米英で同日に放送された最初のエピソードとなった。脚本はスティーブン・モファット、監督はトビー・ヘインズが担当した。 本作では1000人を超える乗客の乗る宇宙船が奇妙な雲の帯に囚われて墜落しつつある。タイムトラベラーの異星人11代目ドクターは惑星に着陸し雲を操作できるが救助要請を拒否している支配者カズラン・サーディックに出会う。チャールズ・ディケンズの1843年の小説クリスマス・キャロルにインスパイアされ、ドクターはタイムトラベルを使って カズランの過去を変えて親切な人間にし、宇宙船を救おうとする。モファットは、リケンズの作品のファンであり、本作の執筆を楽しんだ。本作に登場する空飛ぶサメと、魚は、モファットが、幼少期に恐れていたものである。本作では、ウェールズの歌手キャサリン・ジェンキンスが、アビゲール役でデビューし、劇中で、彼女のために特別に作詞された歌を歌った。 クリスマスキャロルは2010年7月と8月に撮影され、現場は主にドクター風新人のセットデザイナーであるマイケル・ピックウードが設計したセットであった。本作はイギリスで1211万人の視聴者を獲得し、一般に批評家から肯定的なレビューを受けた。本作では以前のシリーズの服装が登場した。a m ポンドは第5シリーズ。 11番目の時間できていた、キソグラム警察官の衣装を、ローリー・ウィリアムズは、パンドリカが開くや、ドクターの戦争で登場した古代ローマの100人隊長の衣装を着用している。ドクターとカズランがアビゲイルと共に過ごした数多くのクリスマスイブの一つでは、二人が4代目ドクターのトレードマークである長いマフラーをまとっているシーンがある。また、二人が前、全は、 ビッグバンで見られたドクターのアイテムのトルコ棒を着用しているシーンもある。カズランの天候コントロール装置はアイセモーフィック、すなわちカズランのみが扱える設定である。火星のピラミッドではターディスのコントロールも同様であると言われていたが、後の冒険ではこの設定は都合上無視されていることがある。ラストオブタイムロードではマスターのレーザースクリュードライバーが マスター個人にしか使用できない仕様であった。シリーズの筆頭脚本家兼、エグゼクティブプロデューサーである本作の脚本家、スティーブン・モファットは、以前のクリスマススペシャル、字の終わりが10代目ドクターの再生につられて雰囲気が暗くなっていたため、本作は本当にクリスマス的にしたいと考えた。彼は何を書くにもこれほど興奮したことはなかった。4月に、 クリスマスの歌に従ってタイプしたので、私は狂ったように笑っていたと主張した。モファットは、チャールズ・ディケンズのクリスマス・キャロルが、おそらく気に入っているクリスマスの物語であり、物語中にタイムトラベルに似た側面があることから、それ、自体をドクター風に借り込んだ。また、彼はドクターが、カズランの過去を改変するのは、意図的にクリスマス・キャロルを下敷きにしたと指摘した。 ディケンズは、ドクター風の世界に登場人物として存在しており、第1シリーズ、賑やかな死体で登場していた。空飛ぶサメのコンセプトは進化して、水の外を泳ぐようになったサメを、モファットが、幼少期に怖がったことに基づいている。モファットは、カズランが、他の、ドクター風の悪役と違って、完全な邪悪ではなく、ダメージを負ったキャラクターだと指摘した。 カズランが少年を殴ろうとした際に過去に自分を殴った父のことを思い出したため彼を殴れず、それを見たドクターがその事実を悟った。これによりドクターは彼の過去を変えて彼の魂を切り払おうとすることになる。本作で用いられたフレーズである闇を半分抜けたは厳しい冬が終わりに近づいているという事実とカズランに対するメタファーを指している。 ウェールズの歌手キャサリン・ジェンキンスは本作で俳優としての仕事にデビューした本作の冒頭でアーサー・ダービルはコンパニオンのローリー役としてレギュラーに固定された。カズラン役はイギリス人俳優のマイケル・ガンボンがキャスティングされたがキャスティングディレクターはガンボンは出演できないと考えており彼が役を引き受けた時には驚くこととなった。 マット・スミスとカレン・ギラン及びアーサー・ダービルはガンボンと共演できることを名誉なことと思った。モファットはマイケル・ガンボンは私が想像できる限りの優れた俳優だ。彼がアルバス・ダンブルドアだったという事実は彼がすでに何百万人もの子供たちに知られていることを意味すると主張した。幼少期のカズランはローレンス・ベルチャーが青年期のカズランはダニー・ホーンが演じた。 監督とビー・ヘインズ曰く、ベルチャーは自然に演技を身につけて物語を捉え視聴者を引き込んだ。本作では、ウェールズの歌手キャサリン・ジェンキンスも演技デビューを果たした。彼女は2010年1月に30歳の誕生日を迎える直前に役の依頼を引き受けた。モファットはジェンキンスに演技の経験がないことに気づかなかった。 もともとジェンキンスは演技に興味がなかったが、ドクター・フーが象徴的な番組であることから試しにやってみたいと考えた。彼女は緊張していたが、プロデューサーのサンレ・ウォーレンバーグは彼女が役に完全に合っていると確信した。天候のコントロール装置台本の読み合わせはカーディフで2010年7月8日に行われ、制作は7月12日に始まって8月まで続いた。 本作からマイケル・ピック・ウードが新しいセットデザイナーとしてデビューし、彼とヘインズが共同して街を作り、魚と日々を共有する社会に必要とされるであろう、要素を挿入した。街の窓はほぼすべて丸く、これは潜水艦を模している。金属で作られた構造物は地元の製鉄所で撮影された。 カズランの書斎は非常に大型に設計されており、これはカズランが複数のシーンをそこで一人小人のように過ごしている、表現のためである。壁は緑色に変色した銅に見えるように意図され、赤色のカーテンと組み合わされ、緑と赤のクリスマスカラーを演出する。カズランの父の絵は願本の写真を撮って制作されたものであり、キャンバスに軽くプリントした上にデジタルで描かれている。 カズランの天候コントロール装置は、教会のオルガンにインスパイアされたものである。本作における、ドクターの最初のシーンは、煙突の中を落ちて、カズランと対面するシーンである。スミスは、ドクターの登場を喜んでサンタクロースと彼の類似性を指摘した。しかし、当該シーンにはスタントマンが起用された。空飛ぶ魚が、ソニックスクリュードライバーをつつくシーンでは、ソニックドライバーは、 グリーンスクリーンの前に吊るされて、ペンで叩かれ、魚に包つつかれている効果が演出された。エピソードのプロットを秘密にしておくため、サメの模型には、クライブというコードネームが与えられた。サメに引っ張られて、登場人物たちがソリで空を飛ぶシーンは、グリーンスクリーンの前で撮影された。ソリは、実際にはスタッフが後ろを固定した、自転車タクシーであり、 送風機で空を飛んでいる効果が生み出された。ソリの下側を撮影することは不可能であったため、ソリの下側の描写には CG エフェクトよりもソリのミニチュア模型が使用された。本作にはジェンキンスのために特別に作詞された歌、アビゲイル・エッソングが登場する。台本では、歌はドクター風にユニークで特別なものであると書かれ、 作曲家マレー・ゴールドが歌詞を書くように連絡を受けた。ジェンキンスは実際のシーンを撮影する間に歌い方を試し、より自然に見えるように歌えるだろうと考えた。最終バージョンの歌を彼女が歌った後、BBC ウェールズ交響楽団がより軽いアレンジを作曲した。2011年3月21日にはゴールドの作曲として本作から音楽の一部が選ばれて、 サウンドトラックとしてシルバースクリーンレコーズから発売された。イギリスではクリスマスキャロルは2010年12月25日に BBC1 で初放送された。当夜の視聴者数はカムフライウィズメと並びイーストエンダーズに次いでクリスマスにおけるイギリスの全番組の中で2番目に多く視聴された。平均視聴者数は1030万人で、 ピーク時には1070万人に達した。BBC1 での最終確定値は1211万人で、呪われた旅路と、もう一人のドクターで、児の終わりパート2に次いで2005年の新シリーズ全体で4番目に高い記録を受立し、同年12月26日に終わる週での全イギリスのテレビ番組の中でも3番目に高い記録を達成した。さらに、 BBC の iPlayer での視聴回数は71万6000回に達し、2010年12月で8番目に多くダウンロードされた番組となった。アプリシエーションインデックスは83を記録した。クリスマスキャロルはアメリカ合衆国の BBC アメリカとイギリスで同日の放送されたドクター風の最初のエピソードである。アメリカ合衆国では72万7000人が クリスマスキャロルを視聴し、字の終わりから8%増加した。カナダではスペースで、オーストラリアでは ABC1 で12月26日に放送され、オーストラリアでは88万人の視聴者を獲得した。本作は一般に肯定的なレビューを受けた。ガーディアン氏のダン・マーティンは本作を、絢爛豪華な勝利と表現した。 デン・オブ・ギークのサイモン・ブリューは、モファットが、クリスマス・キャロルの、ドクター・に、簡単な手法を選ばなかったことを称賛し、本当にかなり狂っていて、間違いなくお祭り騒ぎで、敬意を持って、ディ・ケンズの原点を扱っていると述べた。しかし、彼は、大人ほど子供が本作を極めて楽しめるかを、疑問視した。ザ・エ v クラブのケース・フィップスは本作に A マイナスを与え、今までで、 最高のドクター風クリスマススペシャルだと呼んだ。彼はガンボンとスミス及びベルチャーを称賛し、ギランとダービルが与えられたほとんど全てを成したとした。彼はキャサリン・ジェンキンスは美しい声を持った俳優よりも優美な存在だと他の俳優以上にジェンキンスをコメントした。SFX のデイブ・ゴールダーは本作に5つ、成中星4つを与え、 きしむような瞬間はあったものの、複雑な読み聞かせ技術や登場人物が進行させるプロット極めて強烈に心に影響をもたらすコンセプトがあり、複雑な今までに与えられた中で最も大人向けのクリスマススペシャルだと述べた。彼はジェンキンスのデビューとスミスを称賛し、特に後者についてはスクリーンの解き放たれた性質の力と表現した。 イグンのシンディ・ホワイトは本作に10点満点中8点をつけ、クリスマス・キャロルのクレバーなクライマックスだと表現し、スミスとガンボンとジェンキンスを絶賛した。t v スクワットのブラッド・トレイチャクは、モハットの巧妙に折られた物語を称賛した。MTV のリック・マーシャルは本作について、現代のシリーズでは容易に最高のエピソードの一つだ。程よいユーモアやドラマ、 恐怖、そしてこの物語をインスパイアした古典的な物語への感傷的な敬意が込められていると論評した。ザップニートのサム・マクファーソンは2005年に新シリーズが始動して以来放送された他のどのクリスマススペシャルよりもクリスマスキャロルが面白かったと述べたがペースが取り乱されていたためくだらないところや尻滅裂なところもあると考えた。彼は エイミーとローリーが犯罪的なほどに十分使われていないと考えた。一方、彼らは重い笑いの担当であり、ドクターに本作の歓喜の部分を任せたのだとも解釈した。デイリー・テレグラフのクリス・ハーベイは本作にさほど熱狂的ではなく良い始まりだったが、サメに歌いかける時までにはもう十分だった。私のような年寄りにはあまり向いていないが。 マイケルガンボンの惨めなカズランサーディックは彼が最後まで徹底的に心を温めていた時よりもエピソードの最初に彼が卑屈になってうなっていた時の方が面白かったと述べた。クリスマスキャロルは2011年9号賞映像部門短編部門にノミネートされたが第5シリーズフィナーレのパンドリカが開くビッグバンに受賞を譲ることとなった。クリスマスキャロルは 単体で2011年1月24日にリージョン2の DVD とブルーレイディスクで発売され、同年2月15日にリージョン1でも発売された。DVD には本作に対応するドクトル風コンフィデンシャルとドクター風プロムも収録された。本作は2011年11月21日にリージョン2、11月22日にリージョン1の完全版。 第6シリーズボックスセットとしても発売された。2015年10月19日には、クリスマスの侵略者から、最後のクリスマスまでの10本のクリスマススペシャルが、ドクトル・フー・ザ・ジュクリスマス・スペシャルズというタイトルのボックスセットで発売された。日本語版 DVD は2014年10月3日に、ドクター・フー・ニュー・ジェネレーション DVD ボックス1に同梱されて発売された。 特典映像は収録されていない。ありがとうございます。